皆様こんにちは。今日はコハちゃんじゃなくってコハちゃんができてから今に至るまでのお話をちょっとしていきたいなと思います。あくまでも私個人のその当時思った気持ちや出来事なので、他の障害を持ったお子様を育てておられる方が全てこのような気持ちではないことをご理解の上でご視聴いただけたら幸いです。まずコハの病気が分かったのは妊娠5ヶ月の頃でした。まあ、いつものようにごく普通の検診に行ってで、技師さんにエコー検査をしてもらってると、いつもよりエコー検査が長いので不安になって、まあ、尋ねてみたら、少し心臓に問題がありそうだから大きい病院で検査をしてきてくださいと伝えられました。もう頭真っ白で何も考えれなかったです。その時は大きい病院に行って、次から次へとコハちゃんの疑いのある病名が増えていって、でいつ何があってもすぐ処置ができるように、妊娠8ヶ月から出産まで入院という形になりました。最初の頃は心細くて一人でシクシクベッドで泣いてましたが、一緒に入院している他のママさんたちに励ましていただいて、ようやく出産への覚悟が少しずつできるようになりました。その頃名前は小春とは違う名前を決めていたんだけど、もう一度改めてよく考え直して決めたのが今の小春っていう名前でした。この名前にした理由は、心臓の病気が晴れるようにと願いを込めて小春って名付けました。で、出産当日緊急帝王切開で生まれました。なぜかというと、陣痛きたかなーって思う1回目の痛みの時に NST をつけてたので、ナースステーションから看護師さんがダッシュで走ってきて、もう酸素マスクつけてって、深呼吸してって、赤ちゃんに酸素たくさん送ってあげてって。その時私のんきにテレビ見てぼーっとしてる時だったから、びっくりして何がなんだかわからない状態でした。そしたら看護師さんが、今軽い痛みきたでしょって、その時赤ちゃん心臓止まっちゃって、赤ちゃん多分頭の分娩に耐えれないから今からもう出してあげようねってことで、緊急帝王切開になってコハちゃんが生まれました。そこから生後2週間で1回目のBT シャント手術、その2週間後に気管切開の手術して、その2年後にもう1回シャント術をして、次の根治術はコハちゃんの体重が10キロ前後になったらそのオペができるということだったので、10キロ目標に頑張って体重増やそうってことで日々入院生活を送ってました。ただその時に私の気持ちっていうか感情っていうか、コハちゃんの面会に行くことができなくなってしまった時期がありました。入院してたらやっぱり心臓のモニターが常についてるんですけども、そのモニターのアラームの音がいつもと違う音が出たりとかするたびに、もう体がもうビクってなったり怖くなったり、もう心臓ドキドキしたり不安になったり、まあ寝てるだけなのに息確認したりとか、そういったことが私にどんどん重くのしかかってきちゃって、面会に行くことをためらってしまった時がありました。そんな時に病院から電話がかかってきて、お母さん、コハちゃんちょっとしんどいから今すぐ来てもらえますかって電話があったんですね。向かってる最中に何度も電話がかかってきたので、あ、これはただごとじゃないなと。で、まあ、病室に到着した時に、私が見た光景は、コハちゃんが心臓マッサージされている姿でした。その時に初めて面会に行けなかったこととか、コハちゃんから少しでも目を背けてしまったことを、すごく後悔しました。自分自身が頑張っていたのではなくて、コハちゃんが一生懸命病気と戦っていたことを、あの時の私は、完全に忘れていたなと今になって思います。1回目の心停止は50分と、とても長い時間先生たちが代わり代わり心臓マッサージをしてくれたおかげで、コハちゃんは再び心臓を動かしてくれました。その後1ヶ月と少し意識はありませんでしたが、徐々に回復してくれました。その後も2回ほど心停止があり、先生からはもう10キロ待たずに
今根治術をしなければいけない状態だと言われて、コハちゃんは 4.5 キロで最後の根治術をしました。朝の9時から夜の9時までの大手術でした。今ではそんなことが本当にあったのって思わせるほど元気いっぱいで、よく笑うし、よく怒られるし、よく食べますし、よく寝ます。今でもいろいろなことがありましたが、これからもいろいろ困難はあると思います。ただ障害を持っているからだけではなくて、子供を育てるっていうことは悩みはつきものだと私は思っています。私は深く考えれば考えるほど答えが出てこないので、ある程度楽観的な自分でいたいと常に思ってます。なんか全然まとまりがないんですが、少しでも何か誰かに伝わればいいなと思い撮らせていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。これからも小春日和を見て少しでも笑顔になってくれる方や元気になってくれる方がいたら幸いです。ちょっと小葉ちゃん呼びましょうか。小葉ちゃんおる？小葉ちゃんです。小葉ちゃん病院でさ、入院してたこと覚えてる？違うよ、病院で入院ずっとしてたこと覚えてない？あんまり覚えてない？あんまり。そう、覚えてない。でもね、あんま覚えてないんでしょ？あんまり覚えてない。だってもう高校生だもんね。じゃあこれからも小春日和頑張ります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。決めポーズバイバーイ。